青山オペレッタ第9話オーディション前夜。ノーバの立ち上げからそろそろ一月。どうだ彼らの様子は。みんな毎日必死でやってるけど、正直まだまだ課題は山積みね。これまで青山に入ってくる子は、全ての能力がある程度の域まで達してるのが普通だったわ。でも百期生は違う。もちろんそういった子もいるけど、これまでのオーディションなら確実に落とされてた子が多いのも事実よ。やはり父の選考方法は誤りだったのか。そう悲観することもないよ。僕の印象ではかなり面白そうな子も何人かいるからね。あなたの印象か。それをどこまで信用していいものやら。あれ？信じてくれないの？あなたもまた父の気まぐれで引き入れた外部の人間だからな。本当に青山にふさわしい演出家なのか、父があなたを選んだ理由がどこにあるのか、俺はそれを計りかねている。それは僕の口からは何とも言えないから、これからのノーバを見て判断してほしいな。そうさせてもらおう。結果によっては容赦なく切り捨てる。相良、それはお前も同じだ。肝に銘じておくんだな。分かってるわよーだ。引き受けたからには結果を出すわ。プロとして当然じゃない。ならばいい。期待を裏切るな。もう葉っぱかけるにしてももっと言い方があるでしょ。いい男なのに堅物で融通が効かないのね。なんだと。堅物ってのは当たってるんじゃない。プロデューサー様は何より数字が大事そうだし。当然だ。ビジネスの成功は営業利益、興行においてはどれだけ客を呼べるかが肝要。それで言うと一番の柱は元ピエナのトップスター加賀見翔太だ。奴には確かな実力と人気がある。主役級の OC のは加賀見で決まりだな。僕は反対だな。私も。何？どういうことだそれは。 OC の役に彼を使うつもりはない。明日からの配役オーディションを見て決めるよ。何を言っている。オーディションなどするまでもない。ピエナのファンたちもノーバに流れてくるはずだ。そりゃ鏡くんなら問題ないけど、それじゃ全然面白くないでしょ。そんなバカなことがあるか。鏡の人気は成功の鍵だ。なぜそれをむざむざ捨てるんだ。捨てるように見えるかもしれないけど、きっとそっちの方がいいと思うよ。ノーバの真の成功を考えるならね。私もそう思うわ。それにそれがあなたのお父様の真意なんじゃないかしら。どういうことだ。まあまずは明日のオーディション次第だね。ならそのオーディションとやらの結果を見せてもらおう。納得いかなければ口を出すからな。オッケー、それでいいよ。明日夢咲さんも見においでよ。ああ、わかった。楽しみね、オーディション。みんなどんなものを見せてくれるのかしら。大丈夫、面白いことになるよ、きっとね。あゆえお、ゆえおは、うえおあい、えおあゆ、おあゆえ。発声練習はこんなところかな。最初の頃より随分と滑舌が良くなったね。声の出し方も安定してきたし。本当ですか？君は元から声量はあったし、腹式呼吸もしっかりできていたからね。ダンスもこの1ヶ月でかなり良くなった。リズム感自体は悪くないよ。ありがとうございます。
サイさんが教えてくれてるからです。こうして毎日とっくに付き合ってくれて。一緒に役を目指すって約束したからね。それに宮島くんとの特訓は僕にとっても実りあるものだから。サイさん、明日のオーディション、正直まだ自信はないです。あの桐久くんに俺なんかが太刀打ちできるのかなって。でも俺精一杯頑張ります。そのために特訓してきましたし、サイさんとの約束を守りたいですから。そう、頑張らなくちゃならないのは君よりも僕の方だろうね。え？どういうことですか？自分に足りないものが何か分かっているんだ。確かにバレエの経験はあるけど、それだけじゃ舞台では通用しない。演技だってそこそこ上手いとは言われるけど、所詮は側だけ。本物の感情のこもった役者の演技とは全く違う。本物の演技？僕は本物にならなきゃならないんだ。そのためには今のままでは足りない。もっともっと役に入り込まないと。そう思って台本を何度も読み返しているんだけど、どうしても惜しいののことが理解できなくて。どうしてですか？彼はオリビアという女性に恋してたのに、ずっと男だと思っていたバイオラが実は女だと分かった途端、彼女に求婚する。随分と早い変わり身だと思わない？確かにそう言われると。オーシーノの心情は僕にはよくわからない。そのせいで彼をうまく演じられる気がしないんだ。オーシーノの気持ち、彼が何を思っていたのかですか？あくまで俺の考えなんですけど、オーシーノはきっと初めからバイオラのことが好きだったんじゃないでしょうか。え？けど彼は。はい、オリビアに片思いしています。でもそれとは別に、きっと無意識にバイオラにも惹かれてたんですよ。相手を男だと思っていても？はい。そして惹かれていたからこそ、オーシーノはあんなにもバイオラに気を許していたんです。悩みを相談したり、恋の手助けを頼んだり。それって相手を信頼してなきゃできないことじゃないですか。だからこそバイオラが女性だと知った時、その気持ちが自然と恋に変わったんじゃないかなって。俺はそんな風に思います。相手が男でも無意識に惹かれる。惹かれてるからこそ信頼するか。そう言われるとなんだか少しわかるような気がするかな。俺も全然確信とかはないんですけど。いや、ありがとう。とても参考になった。本当ですか？サイさんのお役に立てたなら嬉しいです。ああ宮島くん、僕はやっぱり今度の舞台は君と共に演じたいと思う。だから明日のオーディションは勝とう。必ず。はい、俺もサイさんと一緒にやりたいです。頑張りましょうね。いよいよ明日だね。どう、かぐやくん、自信のほどは？あるに決まってんだろ。相手が誰だろうと負けやしねえ。相変わらずすごい自信、さすがだね。オーシーの役は狙わないけど、俺もまあしっかりやるよ。お互い頑張ろうね。ああ、見てろよ。今度こそ俺の力を見せつけてやる。いよいよ明日か。なに、神妙な顔しちゃってんの？似合わねえ。オーディションは役者にとって重要な日だ。神妙な顔にもなる。はっ、どうせあんたが狙うのは脇役だろ。適当にやっときゃいいじゃん。
ま、俺は本気出すけどね。一番になるために俺は小山に来たんだ。主役を狙わない奴なんか花から敵じゃないし、狙ってくる奴は返り討ちにしてやる。主役をやるのは俺しかいないって全員に分からせてやるよ。ついにオーディションが始まった。死力を尽くす彼らが掴むのは勝利か敗北か。次回タイムトゥーゴー、生き残るのは力ある者だけだ。